渋川のあたりの道の駅小餅です。ここに泊まりました。車はだいたい150台ぐらいかな。ですぐ前にトイレがあって、でここの最大の特徴は隣にローソンがあります。トイレは温水シャワー付きで、とっても綺麗です。髪も良質。今、赤城大沼の駐車場にやっと着きましたね。もうスタッドレスついてんだけど、怖くて怖くて、もう超ゆっくりですよ。こんな感じの広い駐車場とトイレがありますと。こちらのお店でシーズンになったらレンタルを全部一式で、全部セットで4000円ぐらいですね。ネットで、赤城大沼ワカサギ釣りレンタルでやると、このお店のホームページが出てきます。今、このお兄さんにですね、いろいろ教えてもらって、道の状況とか、スタッドレスとか、チェーンとか、どれぐらいコールとか、まあ、いろいろ教えてもらいました。まあ、シーズンになったら、あと、来週にはもうオープンするみたいですね。ここに来て借りてやってみたいと思います。赤城大沼に到着しました。もう凍ってますね。まあ、お店の人に聞いたら来週ぐらいから、多分オープンするということですね。駐車場はすぐ脇にあります。レンタル屋さんもすぐ脇ですね。しかし雪道が怖い。赤城大沼に着きました。今いろいろですね、レンタルとか道路状況とかをお店の人とかにだいぶ教えてもらいました。道がですね、まあ、怖いけど、まあ、釣れる時期とかもですね、まあ、いろいろ考え方をですね、今教えてもらいました。さあ、どうなるやん。3軒目のレンタル屋さんですね。これは端っこの方にありました。今日は閉まってるようです。